形式図台湾鉄路管理局 BT40 型蒸気機関車は台湾鉄路管理局の前身である台湾総督府交通局鉄道部が1908年1909年に英国のノースブリティッシュロコモティブより輸入したテンダー式蒸気機関車である日本の内地で P10 と呼ばれる一等で台湾にて唯一使用された形式である日本鉄道 PBT2 4型の純動計器でもある。2バイトの車軸配置を持つ、テンダー機関車で、動輪直径は 1372mm である。便装置は、スティーブンソン式、ベルペア化質の採用等、ほぼ同様の構成となっている。70型として1908年に2両、1909年に2両の、計4両が輸入され、最初の2両は、台北越え、次の2両は、 カヨシコへ配置となり、台北高を直通急行列車を牽引していた。その後台北が1両、カヨシが3両となった後、ダクコに集中配置。さらに前期がカヨシコへ配点となった。主に、長州線で運用されていたが、1935年にギランコへ展示、ギラン線で旅客輸送に当たっていた。また、1931年に前期が、 蒸気ブレーキの取り付けを行っている。前期が廃線を迎え、中華民国接種後に BT40 型と改版されている。ありがとうございます。